はい、どうも、こんにちは。ですね。まあ、また、最近、小室さんの話とかも多いんですけど、ちょっと視点を変えてみてね。僕は、たけるくんの話も多いんですけど、あんま比べるもんじゃないと思うんですけど、比べようかなと思って。まあ、同世代じゃないですか、佐藤たけるくんと小室圭さんって。佐藤たけるくんは3月で、32歳になったと。小室圭さんは、今年の10月で30歳になるわけですよ。まあ、2つし、差なんですよね。でもね、やっぱり全然違うじゃないですか。なんか世の中の見方っていうのは。なんか何なのかなっていうところがあって。で、ちょっと今記事を見てるのが、眞子さまと結婚による小室さん、圭さん、なぜ謝らない人。3タイプの言動と心理っていうのがあったんですけど、ちょっとそれを見ながら比較してみようかなと思うんですけど、要するに最近の小室さん、まあ男女の、これは現代、二課現代なんですけどね。男女の声、所詮他人事だが、皇室を巡るごたごたとなると周りも騒がしくなると。まあね、最初文書を発表したのに今度はお金払うみたいなことを言って、相手方もね、怒ってるじゃないですか。元婚約者も。で、二転三転する事態に皇室に迷惑かけながらなぜ謝罪しないのかという批判の声も相次いでいるという小室さんはね。で、文書は母は、の佳代さんと元婚約者との金銭トラブルについての説明で、そのほとんどの28ページが、そのお金がね、返済不要の無償のサポートなのかどうかについて、一つ一つ一方的に説明されていると。例えば、元婚約者の方が、私の大学の入学金と授業料を支払うために、金銭を貸し付けたという報道がありますが、入学金と授業料は、については全て私の貯金と奨学金で賄っていますと主張。さらに、令和元年11月13日元婚約者の方が記者を通じて入学金や授業料については自分の勘違いであったという回答がありましたと補足。だから借金ではない、当時の報道は間違っているというのが理屈と。母が送金を依頼して振り込んでもらった45万3000円については入学祝いとしてありがたくいただきましたという善意の入学祝いという説明のようだと。理解に苦しむ弁明だが、小室側が強気になっている材料の文章で明らかになったと。録音が存在しているので、元婚約者が返したつもりがなかったとおっしゃったことは確認できますという、どうぞご自由にという、元婚約者の言葉が金銭支援が、借金ではない最大の根拠になっていると。これって何を言ってるのかというと、要するにこの45万3000円を送ってくれっていうお母さんが言ったんですよね。で、それは入学金だと思って、元婚約者の方が送った、振り込んだんです。でもその時期がずれてるから、それは入学金じゃないんだっていう小室さん側の主張だってことなんですよ。で、その入学金とか授業料は、小室家の貯金で払ったと。で、その A さんからもらって、だから2回ぐらいもらってるんですよ。毎年毎年45万ぐらいの金を。で、そのお金に関しては、入学金ではなくて、入学祝いだって言うんですよ。これ理解できますかねって僕は思うんですよね。入学金を借りたんじゃなく、入学祝いとしてもらってるから、時期が違うからね。入学祝いとしてもらってるから、入学祝いは返す必要はないでしょって。お祝い金だからっていう主張なんですよ。入学祝いで、はい、10万円とか言うんだったらまだわかるんですよ。45万3000円っていう、このね、中途半端な金額っていうのは完全に入学金じゃないですか。だからそういうのがね、なんか、すごいなっていう感じなんですよね。隠して金を払うと借金ではなかったものが借金であったようにされてしまう。将来の私の家族までが借金を踏み倒そうとした人間の家族として見られ続けるというのが主張につながっていたと。で、まあまあまあ、なんでそういう風になるのかっていうと、小室さん、たちがね、小室さんがね、謝らない人の典型だっていうんですよね。謝らないで失敗する人か。謝らない人で失敗する人。で、1はプライドや自尊心が高い人。2、自分の非を認められない人。で、3、そもそも悪いことをしたことに気づいてない。この3つに分けられると。まあ、それと同じようなことをやってんのが、オリパラの森さんとか、吉村、府知事のイソジンの話とか、あと、ゲス不倫をしたゲスの極み乙女の川崎絵音さんとかがそうだっていうことなんですよね。素直に謝れない人は謝ったら負けという感が強く、周りに
謝罪を要求されるとか、かえって意固地になりやすい。ベッキーさんとの不倫を暴露された当初の川谷さんはこのタイプ、親に勉強しなさいと注意されて嫌がる子供と同じですと。確かに謝らない人は子供っぽい。謝らない人は非を認めないので言動が変わりません。自分で気づくのを待つしかないのが周りが辛い。ですから男女関係なら別れるのが無難ですと。会社の部下がそんなタイプだと早い成長は難しい。いろんな事情で謝らない人と接していかなければならない状況だ。相手がミスった時などは相手の考えを促すような会話が大切。例えば私はこう思うけどあなたはどう？どうしてこんなことになったのかという具合です。ミスった時は潔く非を認めて謝るのが一番。そう思っていない場合、相手と接しなければいけない時は子供の成長を見守るように気長に付き合うしかないとなってるんですけど、まあね、まあまあだからこれね、まあまあそう、謝らないっていうのも一つはあるのかもしれないですけど、まあ一番の問題はあの文章ですよね、28ページのね。でまあこれも本当にね、比較するのは申し訳ないんだけど、じゃあなんでどこが佐藤健くんと違うのかというと、っていうことなんですよね。結局やっぱ佐藤健くんは35歳までに結婚したいっていう、するっていう宣言をしてるわけですよ。でまあ片やこっちのその小室圭さんに関しては、こういう金銭トラブルを抱えながら、眞子さまとは結婚するって言ってるんですよ。そこに対してやっぱ世の中的な大きな見方の違いっていうのは何なのかというと、佐藤健くんはね、僕が思うにね、ファンの方をすごく大事にしてるわけですよ。まあ小室さんにファンが いるとかいないとかっていうのはの話にはな、の問題とかとまた、そうなっちゃうとは違うだろうって話になるかもしれないですけど、要するに、聞きたい人っていうんですかね、その人の話を聞きたいじゃないですか。で、その人からの言葉によって人っていうのは安心すると思うんですよ。そうすると佐藤健君はやっぱシュガーっていうね、すごい武器を持ってるわけで、まああと YouTube もやってるわけで、そこで自分の考えを日々発信してくれるわけですよね。だからまあ聞きたいことがあったら聞けるような状況にあるんですよ。健君、じゃあ結婚についてどう思ってるんですかとか。まああまりでもね、奥まったことは言えないじゃないですか。例えばモネちゃんとどうなってんですかって言ったら、そんなやっぱりそういうことは表だったら言うことはできないけど、でも35歳結婚ってのは未だにブレてませんかとかっていう質問に対してはちゃんと言ってくれるじゃないですか。だからそういうふうにコミュニケーション能力がしっかりしてるっていうことが僕は大事だと思うんですよね。で一方小室圭さんはこんなに問題になってるのにずっとだんまりを決めてきたじゃないですか。まあ、苦言を呈した秋篠宮様がね、もう世の中に分かる形に説明しないと多くの国民が祝福しないでしょうっていうような言葉を機に、じゃあもうそろそろ学校も卒業することだし、じゃあここら辺で自分の言い分を出しとこうかっていうような感じでの28枚の勝手な言い分をこう出すわけじゃないですか。だからそこにね、コミュニケーションスキルというかね、人にこう理解してもらおうという努力が見えないんですよね。うん、あれもうだからあれ自体が努力、あの人に理解してもらおうと思って出してる文章じゃないと言ってたけど、だからそこが大きい違いなのかなと。いろんな人がね、いろんな小室さんはなんでダメなんだっていうようなことをこう言ってるんですけど、こうやって、ね、誰かやっぱりすごい人と比較してみると分かるんだなと思うんですよね。うまくいってる人っていうんですかね、やっぱり僕がこうやって動画配信してる中でやっぱりうまくいってる男、みんなから好かれてる男ってやっぱ佐藤健くんなわけですよ。じゃあ佐藤健くんはなぜ好かれるのかってなった場合、やっぱりみんなとのコミュニケーションを取るための努力をしているんですよ。かといって佐藤健くんはものすごく全てを見せてるわけではないんですよ。プライベートもすごくミステリアスだし、何にもこう全部が全部報じられてるわけではないし、もちろんね、報道っていうかそういうバッシングもいっぱいあるじゃないですか。共演者キラーって言われたりとか。でもなぜファンが離れないのかっていうと、そういう佐藤健くんに対して不信感を持たないんですよ。なぜならばやっぱり、自分から発信することを正直にやってるからですよね。であとまあそうですね、あと大きいポイントは実力があるんですよね。努力してるのが見えるんですよね、仕事のね。まあ流浪に献身なんか見てもそうだし、こいつなんか見てもそうだけど、自分がね、こう男としてやるべきことをやってる仕事をね、ちゃんとやってるから、それに対しては対価もあるじゃないですか。だからすごいお金が入ってるんだと思うんですよ。お金持ちのオーラもあるじゃないですか。今成功者としてのオーラがある。
だから自分で金も稼いでるし、うん、で自分でちゃんと物事もみんなにちゃんとそのファンの人を安心させる材料を持ってるわけだから、だから人から不信感を買うことがない。でも小室圭さんの場合は自分から何も発しない、発したと思ったらもう自分からのみんなからの疑問をシャットアウトで自分の意見だけをバーッと言うと、ああやってプライド高く言うと、しかもあと稼げてないってことですよ。まだ学んでる状況だってことなんですよね。でそうなると男としてまだ一人前になってないってことじゃないですか。もしかして将来性はねものすごくあるのかもしれない。でもその将来性だけで終わっちゃう人って世の中にいっぱいいるわけですよ。何回か言ってるかもしれないですけど、小室圭さんが成功者だったらここまでみんなから僕は叩かれないと思うんですよね。成功してないのに借金トラブルが付きまとって、それで眞子さまと結婚しようということを強引に進めようとしてるからこうなってるわけじゃないですか。で、かたやじゃあ、佐藤健君を比較してしまうと、佐藤健君は、やっぱり成功者なんですよ。うん。誰もが認める成功者。それはね、たった2歳差ですよ。同世代ですよ。同世代で、健君の場合は30歳の時にはすでに、小室さんのね、年の時には、半分青いから、こいつぞやろうとしてる時期ですよ。もう、その時点でも成功してるじゃないですか。半分青いでしょ？義母と娘の麦田をやってる時。そっからこいつに移行してる時期ですよ。それを思ってくださいよ。めちゃくちゃ成功してるじゃないですか。そこに対してタケル君が、結婚したい人がいるって言ったところで誰も、ああ、まあそれはね、ここまでお金稼いでるんだからいいよねって、ね、ここまで成功してるんだから、プライベートも充実させてもいいんじゃないのって思える可能性ってすごくあると思うんですよ。でもやっぱりね、お金稼いでないっていうのは大きいと思いますよ。まあそんな感じです。思ったことは。な感じですね。ではでは。Thank you.